アトピークラブレノアの笛木典子です。井上妙子です。よろしくお願いします。第1回目なので緊張しますね緊張しますね。はい、はい、では1回目はですね、レノアのコアなお客様から絶賛されているコアのお水について説明したいと思います。はい、レノアのコアのお客様だからコアの水でしょうか？まあ、違いますけど、はい、じゃあコアのお水を作るからコアの水でしょうか？まあ、そうですねそんなところなんですけど、まずでは、その使い方を動画で説明していきますね。はい、こちらですね。はい、皆さんご存知でしょうか？日本の水道水はどんどん汚くなっています。昭和の時代には26項目の検査だったんですが、平成4年には85項目、平成24年には190項目も検査しなければいけなくなっています。これはどういうことかというと、水質が悪化しているということなんですね。例えば皆さんは、白湯を飲むために水道水を沸かすと思います。100度で沸かすと、なんと発がん物質であるトリハロメタンが 3.5 倍にも倍増すると言われています。ですからアトピークラブレノアでは、コアという活水器でお水を元気にしてから皆さんのお腹の中に運んでいただくようにしています。はい、ありがとうございます。はい、ではですね、コアをご紹介します。はい、この六角形のステンレスが2個入ってこちらの活水器です。たいちゃん、コアの活水器の良さを教えてください。まずメンテが少ないということと、そして小さい、持ち運びもできます。でこれを蛇口につけて、使います。でこれの製品のエビデンスもしっかりとしています。はい、こちらですね。はい、これはホームページにも、レノアのホームページも載っていますので、ぜひぜひ見ていただければと思います。はい、こちらにですね、京都微生物研究所のエビデンスと、載っていますので、じっくり見てみてください。とても皆さんの生活のお役に立つと思います。ではこれからたいちゃんが使い方を簡単にご説明いたします。はい、まずこれを簡単です。はい、水道水を1回通していただくと、2連コアに通してますから、2回通したコア水です。もう一度通すと4回通したコア水になります。せめて4回は通して、飲み水、それからお味噌汁、いろんなお料理に使ってください。また風邪をひいているとか、それから、ちょっと調子が悪い、免疫力が落ちてるかなとか、持病がある方は10回ぐらい通していただいてお使いいただけると、かなり活水したお水になっていると思います。はい、そしてこのお水は活水して強いお水、元気なお水ですから、保存方法が、少し保存の容器が、に決まりがあります。はい、ステンレス、陶器、ガラスですね、これらの中に保存してお使いください。はい、そして、その日食べるお肉とかお野菜を、せめて4回通したコア水につけていただくといいと思います。こちらの詳しいこともホームページに記載しております。はい、でコアのお水につけると食べ物が元気になります。私たちの体は食べたもので作られていますね。皆さんよくご存知ですね。で食べ物を元気にして、元気な食べ物をいただくと私たちの体も元気になります。はい、コアのお水につけた、食べ物を食べたり、コア水を飲んで元気な体を作っていきましょう。シャワーヘッドもあります。これだとお水が痛くないです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。